11日、都内で開催されている特別展、夢見る光源氏、公文書館で平安文学斜め読み。お鑑賞された天皇皇后両陛下の長女、愛子さま。高校時代には枕草子に関するレポートを出筆し、大学で古典文学を研究された愛子さまならではの専門的なやりとりは、解説役の国立公文書館の調査員も感銘を受けるほどのものだった。 愛子さまは2024年に卒業した学習院大学で日本文学を専攻するなど、以前から古典文学に関心を寄せられている。特別展では、平安文学における夢をテーマに、源氏物語や伊勢物語などの資料が展示されていて、愛子さまは江戸時代に書かれた、源氏物語の注釈書、うかがい現象、期限書について説明を受けられた。 その際に説明者が、今回は、切りツボの巻を紹介していますと解説すると、愛子さまは、江戸時代には、源氏の写本が充実していて、江戸時代は古章、古月賞、古月賞、でしたっけ。源氏物語の写本ですと有名なものもありますけれども、それとの関係性というのは、と質問される場面があった。解説を担当した国立公文書館の調査員の星水穂さんによると、 江戸時代に広く流布していた注釈書は、古月賞であり、愛子さまはそのことをご存知の上で、今回展示されている、うかがい現象と、古月賞の関係などについて専門的な質問を重ねられていたという。星さんは、大変古典文学に造形が深く、感銘を受けたと話していた。枕草子が卒業レポートのテーマの一つに。また、 愛子さまは高校3年生の時には、「源氏物語や」や「枕草子」、「さらしな日記」などの平安文学における猫や犬と人との関わりについて、おテーマに、卒業レポートをまとめられた。学校の基準の倍近い分量を執筆されている。特別展では、その、枕草の子の夢にまつわるシーンも紹介されていた。夢の意味を視野して恐ろしく感じた時に、 他人に何でもない夢だと分析をしてもらうと安心するという一説について説明を受けると愛子さまは現代でも夢占いはありますよねと話された星さんによるとこの時愛子さまが高校時代のレポートで枕草子に登場する犬沖縄をテーマに取り上げたことを明かされる場面もあったというこの 沖縄の一節が、西暦995年に藤原の高家が花山法王を襲撃した、蝶徳の変が背景になっているのではないかということについてレポートで論じたという愛子さま。蝶徳の変の場面を展示していた映画物語の前では大変思い入れがある場面ですと話されたそうだ。時折笑い声が聞こえてくるなど、和やかに約1時間にわたって展示を見て回られた。 大学時代、様々な和歌の専攻研究に目を通し、平安文学について深く学んだ経験をもとに、より専門的な観点で質問を重ね、さらに学びを深められる機会となった。愛子さまは、夢を通して平安貴族の心のあり方に触れることができましたと感想を述べて会場を後にされた。